じゃじゃん。うん、そうね。次、ミッチェル、来い。ポンポン。いや。皆さん聞いてください。第5弾で欲しい準備全員出ました。私は前使ってたんですけど、僕じゃん。あ、使ってたね。しのさん。はい。突然ですが。はい、じゃじゃん。うん、そうね。これでお買い物していいってことですか。はい。いいんですか。今日はですね、普段頑張っているしのさんに3000円何を買うかお買い物でできたいと思います。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、嬉しい。じゃあちょっといろいろ考えて、はい、今何が欲しいか考えながらじゃあお買い物してください。はい、やっていきましょう。買おうかな。最初は最近アツモリにハマってて、でアミーボカードが欲しいんですよ。なので最初はちょっとアミーボカード探しに行っていきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。はい、あ、みんなに今ちょっとシノあの手に持っていいでしょうってちょっとアピール中です。ちょっとなんか若干歩き方が、これやります。すごいピンクになってる。あ、ダメだ。あ、まあまあまあ、機械だ。くそー、わかる。うん、やってみる。じゃあ行きます。早いよ。もう行けたら全然。うまい。あ、こっちだ。くそということで、いろいろ3000円も使いました。久しぶりの3000円企画でめちゃくちゃ欲しいものも買えて楽しかったです。それではお家に帰って購入品紹介します。はい、帰ってきて、着替えて髪の毛も結びました。では紹介していきたいと思います。まずサンキューモードで2つ買ってきました。まず1つ目はスマホのキーホルダーを買いました。これはなんか3つの花があって、それでシノの好きなピンク色ですごい可愛かったので買ってもらいました。うん、こんな感じです。めちゃくちゃ可愛い。この大きいパールとかちっちゃいパールとか中ぐらいのパールとかがいろいろあって可愛い。めっちゃ。そして2つ目はパパーン。なんかたまたま通りがかったら、なんかこのね、フクロウたちがいっぱいあって、あ、これ可愛いって見てたら、このワンちゃんのやつがピッて出てきて、可愛いって言って、これ最初にこれにしようって話してたんですけど、他にもフレンチブルドッグとかがいろいろな種類、あとトイプードルとかもあって、でも迷った結果やっぱね、一目惚れしちゃってこの子にしました。これは音楽バッグとか図工バッグとか図書バッグとかにしたいと思ってます。そして次にキャンドゥで買ったものたちを紹介していきます。キャンドゥでは3個買いました。1つ目はじゃん、お菓子類です。なんかママがお菓子をね、なんか自分のバッグにお菓子ポーチ作ってて、でシノもちょっと作ってみたいということでね、今はお菓子を2個買いました。1つ目はふんわりんかって言って、シノの好きなソフトキャンディーと、あとシノの好きなぶどうと、あともうこれ見て美味しそうだなと思ったのがパリッともち食感というやつが美味しそうで買っちゃいました。でこれポンジュースのグミです。これ初めて見て、ちょっとこれもね、にょろんプチって感じる、もう美味しそうと思って、美味しさ2段階って書いてあって、ビタミン C の効果もたっぷり入ってるらしいのでこれにしました。で、あとはこれ、なんとなくちょっと欲しい、遊びたいと思ったのが吸盤ボールです。なんか前からめっちゃ欲しかったってわけじゃないんですけど、なんか通りがかった時に楽しそうだなって思っちゃって買ってもらいました。うわ、
なんかタコの足みたいな。めっちゃいい音するこれ。ASMR とかにも良さそう。これ結構ストレス発散にもいいかもしれないです。このプチプチ音とかがちょっと 100円なのでね、おすすめします。臭いってゴム臭くなるので気をつけてください。じゃあ次プラザ行きます。本当に最近私あつ森にハマっちゃってて、で、しずえさんとたぬきちと、あとトナキキ、トタキキがいて、でしなしずえさんのペッツを選びました。集まれ動物の森ですね。これはグレープとコーラが入ってて、もうね、ほんと見た瞬間めっちゃ久しぶりで可愛いです。パカーン、うわー。そのペッツってある分だけ1日くらいで食べちゃうからさ、その癖直したいんだよね。はぁ、甘い、いい匂い。割れたまま食べます。うまっ、甘い、おいしい。うわ、懐かしい。いいですね。で、プラザで買ったものの最後がこれ、ミニ生チークです。手のひらに乗せたらちっちゃいラメみたいなのがいっぱい混ざっててめっちゃ可愛かったです。大事に使っていきたいと思います。じゃあ次、シナがずっとバクバクしてるこちら、アミーボカードです。シナ最近本当にアミーボカード求めてて、いろんなところ探してて、で、なんとあったので 2パック買いました。では早速開けていきたいと思います。わぁ、緊張してくるって。マジで来てお願い、ミッチェルだけなんだよ。最初は住民じゃなくて、たぬきちさ、たぬきち社長とかです。1枚目、ポッチのつぶきちとまめきちが欲しい。あ、ことのさんね。ことのさんはよく言う洋服ね、なんかセンスのコーディネートの。次、メインの住民です。いくよ、1枚目、ポン、天心じゃん。これ新キャラのやつ、これ新キャラだけど天心じゃん。天心はいらないって、このお猿さん。いきます、ミッチェル来い。おお、かぶった。1パック目はちょっとダメでした。2パック目いきます、ミッチェル、ミッチェル。これはつぶきちが欲しいです。つぶきちとまめきちが欲しいです。キヌヨシャ、あれ2人って違うっけ、どうせ、あれ違う、兄弟姉妹じゃないっけ、違うのか。次、ミッチェル来い。ミッチェル、え、待って、やっ、かわいくないですか、めっちゃ。ポンポン、いや、皆さん聞いてください、第5弾で欲しい準備全員出ました。あー、嬉しい。ゴン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 パン、あ、ノブオ。ちなみに最後はノブオくんで終わりました。ということで今日は2976円お買い物できました。結構ね、ギリギリまでお買い物できて本当に楽しかったです。で、もう本当に最高でした。もう本当に楽しかったです。以上で私のお買い物終わりたいと思います。この動画最後まで見てくれてありがとうございました。それでは次回の動画で会いましょう。バイバーイ。